はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、食事中に、子犬ちゃんがね、もう吠えたりとか、もうガリガリしたりだとかしながら、もう飼い主さんが食べてるものを欲しがらない育て方を今日お話しさせてもらおうと思います。これ結構聞きませんか？もう食事中にワン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 吠えるだとか、ガリ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 して、もう食べるまで、あげるまで、もうやり続けると。でもなんか食べた気にならへんからもう大変なんよねって聞いたことないですか？で、それを聞くと、あ、うちの子は別にないなと思うわけですよね。けど、ちょっとしたきっかけで、それはね、もうね、なるんですよ。なので、そういった子に育てないためにも、子犬のうちからどういったことをしておかなきゃいけないのか、っていうのを今日ちょっとね、お話しさせていただこうと思いますので、あ、そうなんだ、ちょっとね、ちょっと気になってたんだよねって方はね、ぜひね、これね、チェックしておいてほしいかなと思います。これもね、習慣なんですよ、習慣。ね、チェックしてほしいかなと思います。では本題に入る前に、お知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram もしています。ブログの方は僕の思いを発信しています。Instagram に関しては、ここ行こうっていう僕のお店のやつをアップしています。下の概要欄からチェックできます。よかったらチェックしてみてください。はい。というところですね、ご食事中にワンワン言ったり、ね、ガリガリしたり、もう大変ですと。で、こうならないために、じゃあ、どういう風に育てていったらいいのかっていうことなんですけど、一つあります。一つ。これめちゃくちゃ大事。それは何かというと、食べてますよね。カエンさんが。その時に、もうね、米粒一つでも、あげないことです。はい。もう一粒でもあげない。もうね、一発で覚えますよ。一発です。ね、やっぱり育ってくると吠えたりガリガリするんですけども、そんな耐えれないんで、無視しろとかよく聞かれるんですけどね、無理ですから。それができたら苦労しないんですよ。ね。なので、やっぱりね、こうよくあるのが、こうね、食べてると。で、パッと横見たら、じーっとこっちを見て、なんかすごい欲しそうにするよね、みたいな。ね、どうしようかな、どうしようかな、もうしょうがないな、で、一つ分けるわけです。さあ、ここからが、地獄の始まりです。もう一粒でも始まるというのは地獄が始まっていくんですよ。なので、まずはこの一粒でもあげないっていうのを家族全員でルール化することです。家族全員でルール化。ね、こうお父さんがやってる、おじいちゃんがやってる、おばあちゃんがやってるでは絶対うまくいかないんで。はい。っていうところで、やってほしいかなと思います。ね、まあなるほどね、一粒でもあげたら始まるんだ。わかりました。肝に銘じてやっておきます。やっておきますというのは、実行しますってことですよ。やらないっていうのを実行することですよ。はい。という方は、いいね、コメントいただけると励みになります。よかったらお願いします。じゃあね、そうやって言ってくるとね、こういう話をすると、カヤネさんが聞かれるのは、けどね、欲しそうに見てくるんですけど、みたいな。こういったことめちゃくちゃ受けるんで、それについて、僕の意見をお話しさせていただこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい。じゃあですね、今日は食事中にね、ワンワンガリガリしない子に育てる方法ということでお話しさせていただきました。ね、一粒たりともあげない方がいいですよ。ね。で、今回の宿題なんですけども、けどね、そうは言っても、欲しがろうとね、見てくるんですって方。ね。これ宿題です。ぜひこういう思考を持ってやっていきましょう。それが何かというと、欲しそうにする。そう思うのは、人だけです。人だけ。そう思ってるのは人だけ。はい。まあ、見たら何かが起こるかもしれないし、それね、注目してるだけなんですよ。それね、何か匂いがしたりだとか、飼い主さん何してんのかなってね、それは見ますよ。で、それで、なんか心苦しいわ、毒フードしかあげてないし、となってくると、まあ、変な子になってくるんですね。で、これはきっかけでですよ、机に登るとか、最近すぐリビングの机に登るんですよね。ね、そうなってくるとね、食堂置いてあるのにパッパッパッと登って、バクバクバクやって盗み食いしちゃったんですよね、みたいな。で、その時にね、焼き鳥の串とかあったらどうですか？焼き鳥ビーッとか食べないですからね、そのまま行きますからね。はい。ということで、この原因を人が作らないってことです。これ全部人が最初きっかけを与えてるんですよ。ね、うちの子ね、もうね、もうどうしようもない子でしょって、どうしようもないようにしたのは誰ですかってことなんです。はい。っていう視点を持って、そういう子に育てないためにも、飼い主さんがやることっていうのがありますので、それは一粒でもあげないということを家族全員でルール化することです。ぜひ、頑張ってやってほしいかなと思います。まあ、こういった形でね、まあ、こういうことね、バンバン吠えたりだとか、ガリガリしたりだとかで、ね、盗み食いとかって、ね、課題になってくるわけですよ。そういったことをね、まあ、じゃあどうしていくのかっていうのは、1歳未満のしつけ教室というのがうちではあります。まあ、その、しつけ教室の前にですね、入学説明会っていうのがありますので、そちらね、概要欄にリンク貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。というわけでね、今回は盗み食いね、したりだとか、そういった子に育てないための方法をお話しさせていただきました。ね、わぁ、なってなかった、わぁ、よかった、これ知ってよかったって方はね、ぜひ、あとはね、継続することが大変ですから、ぜひ頑張ってやっていきましょう。
というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。